て一人だったのかもしれないな。君の友情すら感じるよ。今、二人の運命は完全に一つになった。そして、船は爆発で消える。死んだ。うつ。ジョナサン・ジョースターの人生は忘却の彼方に消え去りました。それは世の中の人々には決して知られることのない影の歴史です。彼が生きた誇り高き人生の物語は世間に聞こえることは決してありませんが、彼の子孫には聞こえるでしょう。私の体内に宿りつつあった新しい生命にはきっと聞こえるでしょう。2日後、エリナ・ジョースターはカナリア諸島沖で救助された。そして石仮面の伝説はひとまず幕を下ろす。しかしそれはまた新たな冒険の時代の始まりでもあった。